ハナユイエーイ、セッキューありがとうございます。やっぱらセトセキーみんな笑ってる
カメラで OK ですよ。ぜひ皆さんパシパシと撮っていただいて。OK かな ?OK かな。さあ、ね、サインもバッチリかけたね、くまもんね。蜂のところは何かな僕書いた見えますか皆さん。雪だるまみたいだねとても上手に描けてあります。そしてね、今日21日の横にハートが、ちょっと皆さん後で見てくださいね。ハートが揺れてます。ハートがね、ラブがいっぱいですね。ありがとうの気持ちを込めて描きましたので、ぜひ皆さんも温かいメッセージをお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあね、お買い上げしようか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあですね、早速今も次は皆さんにね、ダンスをお届けしましょうかね。今日ダンス2曲するんでしょ。任せとけとね。本当はですね、準備会としておりますね。本当はちょっと今日絵描き歌をねお披露しようと思ったんだけどね、くまもんね。ちょっと多分くまもんが言うなと言うなって言っちゃダメなの。でもこのみんな色気が見たかったと思うよ。多分くまもんが前回油性のペンで書いたので消えなくて、ちょっとすぐやのスタッフさんが一生懸命消して間に合わなかったんだよね、くまもんね。ごめん、油性のペンで書いた。うん、全然いやもうつけとったんかいつけとったんかい。全然届いてないでしょ。あ、かっこいいヘッドホンでつけてたわけDJ クマホンでつけてたわけ。全然届かんでしょ。耳まで届くだって。届く、それはできるんだ。あ、それはいいとして、まあ後ほどね、綺麗にしていただいて。今日はですね、絵描き歌ではなくハッピークマモンというお歌をですね、お届けしたいと思います。ハッピークマモンですね、皆さんにお手伝いしていただきます。何をお手伝いするかというと、クマモンのお名前を呼んでもらいます。みんなでクマモンと言います。できるかな。うん、じゃあ一回ちょっと練習してみようかね。どんな感じか、どんな感じかと言いますと、大きな声でクマモン、声でクマモン、そして元気な声でクマモンっていった感じです。 OK かな、みんなできるかな。こんな風にね、ドキ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 呼んでいただけるか、ドキドキしますけれども、みんなでエビバリセイクマモンでしょ。クマモン OK かな。じゃあ一回練習をしたいと思います。では行きます。大きな声でクマモン、ちっちゃな声でクマモン、そして元気な声でクマモン。お、どう、クマモン、うん、バッチリ。何そのバッチリは、うん、バッチリ。でもとっても良かったって言っておりますので、本番もこんな感じでね、小さなお友達はもちろんですけれども、後ろでね、見てくださってる大人の方にも元気いっぱいくまモンのお名前を呼んでいただきたいと思いますので、皆さんでね、一つになってくまモンのお名前を呼んでください。じゃあ早速くまモン、もうお待たせしとるけんね、お届けしましょうかね。はい、ではくまモン準備はいいかな。 OK、 じゃあ参ります。ハッピーくまモンミュージックスタート。Thank you.
コントン。熊本観光
方のついでですって言われてよかったですけれども、はい、福岡県から遊びに来てくれました。はい、他アミ、ジャパニーズアートステリー来てみましょう。ジャパニーズ、はいはいはい、ジャパニーズ、おお、あ、アミさん来てみよう。
ていただければと思います。ありがとうございます。いやでもちょっと楽しい時間はあっという間なので、うん、自己時間であっという間ですよ、クマも。ねえ、寂しいですけれども。涙拭いてると。Tシャツで拭いて。涙がちょちょぎ出ます、クマもね。うん、そりゃあ涙出た。絞らんでいいんだ。白だけね、ちょっとやめてほしいよ、クマも。ね、でもね、皆さんとお別れ寂しいですけれども、またきっとね、遊びに来てくださいますので。またぜひ会えることを楽しみにしております。今日はですね、楽しいお時間を本当にありがとうございました。ありがとうございました。スマートサプライズスマホ大会長のフルママでした。バイバーイ。気をつけてね。ありがとうございました。気をつけてね。はい、お友達さん、お友達がハイタッチしてほしい。ハイタッチ、すいません、入り口になりますね。ハイタッチお願いします。どうも、さきちゃん。ゆっくり、ありがとうございました。お久しぶりです。ほら。アフロマンのけなし。アフロマンのけなし。アフロマンのけなし。はい、ありがとう。怖くなる、怖くなる。じゃあね、ごめん。ありがとうございます。